バタバタ坂又これなんなんっていう話なんですけど、このバタバタ坂又はですね、こちら、うん、フリー素材は自分で撮影した動画あるいはイラスト、まあ、写真などを使って、シャープバタバタ坂又に坂又のこの泳ぎ素材をね使った雑コラを投稿していただけると嬉しいなと思います。でこちらなんかいい感じに作れちゃったりすると坂本からご褒美があったりするらしいとのことでですね、マネちゃんがまずちょっとねサンプルに作ってくれたやつこちらどうぞ。こちらですね。はい、このような感じでですねちょっと雑にコラージュしたものをまあ、ツイッターの方で上げてほしいと。で必ずなんですけど、上げる際にはフリー素材使った場合はフリー素材の URL を、そして自分撮影の場合は自分撮影ですって明記してください。この明記がないとちょっと坂本の企画に参加ができなくなっちゃうのでよろしくお願いいたします。バタバタ坂本お待ちしております。後ほどまたツイッターの方でもこれ告知しますのでよろちゃんです。といった感じで、まあ坂本くるえはまあちょっと怠惰な生活をね直しましょうとも言われまして、マネちゃんに、ね、なんか生活リズムがゴミちゃんですよねって言われて、はいくるえさん、ちゃんとね起きた時におはようってやってたらなんかこう定期的な時間にもなって健康的にもなるんじゃない、はいっていうね、あれがあったんですよ。はい、まあ、ちょっと頑張ってまあ直していけたらなと思ったり思わなかったりします。はーいなのでちょっとね夏はそんな感じでなんか坂本くるえが少し頑張るので一緒に応援してもらえれば、そしてバタバタ坂本一緒に参加してもらえると嬉しいなと思います。よろしくお願いしますっていうね軽めのお知らせみたいなものがありました。